知らせします。ただいまこの特設会場では警視庁原宿警察署による警察官のお仕事紹介イベントを開催中です。17日午後、東京新宿区の新宿高島屋の特設会場で警視庁の仕事を体験できるイベントが開かれました。イベントでは白バイに乗ったり機動隊の装備を身につけたりできるほか、だるま落としを通じてサイバー犯罪を知る体験コーナーも設けられました。警視庁の仕事に関する説明ブースでは熱心に耳を傾ける大学生の姿も見られました。警視庁はイベントを通じて警察官の仕事に理解を深めてもらい、多くの人に警察官を志してもらいたいとしています。